馬頭カラス山線、市花黒田カラス山線ナスカラス山市営バスは、栃木県ナスカラス山市により運行される市営バスで、ある。1988年に、それまで、東の交通や茨城交通、JR バス関東で運行されていた路線を、廃止代替したカラス山町営バスを起源とする。2005年、 那須郡カラ山町と南那須町の合併に伴う、那須カラ山市政施行により、那須カラ山市営バスに行された。廃止代替路線を担うことから、県境を越えて、茨城県日立大宮市に乗り入れるカラ山港、部線や、那須カラ山市を越えて、茂木町や市街町に乗り入れる市花黒田、カラ山線が存在する。運行路線のうちらラ山港部線。 一花黒田カラス山線は市により自主運行されている。いわゆる八十条バスとして運行。中川町コミュニティバス馬頭カラス山線は、野市を観光バスへ委託し、運行を行っている。いずれの路線との利用者の多くが、通学利用の生徒児童であり、国見わらび総線、滝見谷循環線については、スクールバスの運行開始により、 乗客数大幅減となる見込みとなったことから2016年3月31日までの運行をもって廃止となった。運賃運転日1日より5本、上り6本。カラス山中学校カラス山駅前館は、土休日、学校休業日運休。全域間自由乗降制。元は、茨城交通による運行。花は、高部車庫館は、 現在も茨城交通により運行される一般路線バスと同じ経路を走行する。折り返し地点の高部車庫停留所は茨城交通の三輪総合支所停留所に隣接しており、茨城交通の高部車庫とは位置が異なる。一会長との共同運行。1日後往復。全域間自由乗降性。元は JR バス関東、古海線。2011年までは、 はが黒田で、もてぎ町営バス須藤線と接続していた。ナスカラス山市と中川町の共同事業で、中川町コミュニティバスとして運転。平日八往復、と休日折り4本上り3本。JR バス関東、常谷線廃止に伴い2011年4月5日から運行開始。運転区間は、常谷線時代を、ほぼ踏襲。桜市営バス。 焼い市営バスとの共同運行。通年運転。2013年4月1日から無期限で運行休止中。1日後往復。カラス山中学校カラス山駅前間と川都市と巻館は、土休日、学校休業日運休。全域間自由乗降制。元は、東の交通による運行。方向大キス回り。1日日本。方向、小義ッ回り。 1>, 1日3三本、カラス山駅前横枕折り返し、1日に往復。カラス山駅前カラス山中学校間は、土休日、学校休業日運休。全員区間自由上校生。元は、東の交通による運行。ありがとうございます。